青森山田高校桜井選手です。お疲れ様でした。東海大福岡高校との試合振り返って一言お願いします。まあ、自分は途中からの出場で、まあ、ちょっとずつ出場時間を取れるようになってきて、で、まあ、相手も後ろから回してくるチームで、まあ、自分の課題であった守備っていうところを取り組めるいい相手だったんですけど、やっぱ入ってすぐはその間取られたりだとか緩くなってしまう場面があったんですけど、しっかり試合に入れて、まあ、結果的に、まあ、ゴールを決められたので、まあ、サブなのでいいアピールになっております。明日が順位決定戦になります。意気込みをお聞かせください。まずは、まあ、最近は、まあ、得点っていうところがチームの課題になっているので、そこをしっかりみんなで質高めて決めて、で、まあ、1点取ったらもう無失点でシュートゼロっていうのをみんなで声かけて全員で戦っていきたいです。頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうも。